どうしたの、ライド。いや、なんかビリビリってうずいて。神託よ。聖堂に神託が下ったんだ。これっと。先生。姉さん、二人とも教室に戻りなさい。でも。ジーニアス、ロイド。何かあっても知らないわよ。我が名はレミエル。巫女として生を受けし者よ。選ばれし者よ。汝に問う。世界再生の旅へと赴く心の準備はできているか。はい。よろしい。今この時よりコレットは再生の巫女となる。我々天使はこれを祝福し、この世界に救いの塔を与えよう。あれが救いの塔よ。再生の旅の終着地点、巫女が目指す場所。安心しなさい。コレットには護衛がつくし、私も同行する。怪我一つなく学校に戻すわ。救いの塔へと守る封印を解き、天の膝端を上がれ。我ら天使は封印を解放するたびに、そなたに天使の力を与えよう。巫女は確かにその任を受けたまわりました。そなたが天使として生まれ変わったとき、このすさんだ世界は再生される。まずはここより南の方角にある火の封印を目指すがよ。彼の地の祭壇で祈りを捧げ、封印を解くのだ。巫女様。祭司様。やだな。やめてください、そんなの。私、別に何にも変わってませんから、今まで通り。20年前、同じように神託が下され、巫女様が旅立ちました。そして帰ってこなかった。申し訳ありません。あなた一人に重い運命を。いいえ。頼みましたぞ。はい、必ず世界を。
がれんよ。待ちなさい、ロイド。ロイド。すまない、遅れたな。おお、来てくれたか、クラトス殿。クラトス？僕も行くからね。子供の頃からずっと姉さんと一緒に旅をしてきたんだ。どうして？昔のことは言わない約束でしょ、ジーニアス。ようやく手に入れたふるさと、友達を失いたくはないでしょ。だったらそのことは口にしてはいけないわ。私たちの旅はもう終わったのよ。でも明日は一緒に行くからね。で、あっ、何しやがんだ、親父！あ、ちょっと！くそ、いい加減に！宝石の力を使うなと言っただろ！お前の母親はディザイアにそれを狙われて死んだんだぞ！